ソング部の部室です。へえ。いや今部員少ないからさ、新入生来てくれて嬉しいよ。いや僕フォークソング大好きで、高校入ったら絶対フォークソング部入ろうって決めてたんですよ。フォークソングいいよね。はい、うん、僕あれが好きなんですよ。スレイヤーの曲の終わりに血の雨を降らせて、俺は悪魔だと叫ぶところなんか、ゴリゴリのデスメタルじゃねえか。ここフォークソング部だよ。はい、特に四畳半フォークとか染みますよね。あの70年代の物悲しい感じな。あの辺だと誰好きだろ。やっぱマリリン・マンソンっすね。どこが四畳半フォークなんだ。あいつライブでナチスの格好しながらゲロ吐くやつだよ。本当にフォークソング好きなの。はい、フォークソングは僕の人生そのものなんです。ん、僕母親がいなくて、父親は叫びたりでいつも暴力を振られていました。それから蛇の生き血をすするようになり、14歳の時に神を信じなくなりました。生い立ちデスメタルじゃねえか。お前フォークソングを何かと履き違えてるぞ。フォークソングっていうのはビリーバンバン、ジローズ、かぐや姫とかのこと言うんだよ。ああ、かぐや姫、南こうせつですよね。そうそうそう。おい知ってんじゃん。あ、僕ライブ行ったことありますよ。お、マジで。俺も何回か行ったことある。あ、本当ですか。やっぱさ、生でギター聴くと違うよな。わかります、わかります。 あの人舞台上で犬食いますよね。食わねえよ。誰と勘違いしてる。ほら、あのライブですよ。13台のギロチンと空から舞い降りる666人の南こうせつが。ねえよそんなライブ。なんだ舞い降りるよって。南こうせつで会場真っ暗になるわ。そうだ、僕ライブでやりたい曲あるんですけど、あ、ちょっとあのギター使ってもいいですか。ああ。あ、これ何。タトゥーです。あ、タトゥー。はい、あ、ちょっと、ま、脱いでみて。ちょっと脱いでみて、脱いでみて。肉体デスメタルじゃねえか。どうなってんだよこいつ。で、ワイシャツ着てない言葉ですか。そこじゃねえよ。全身にタトゥー入れてることだよ。そんなことどうでもいいじゃないですか。え、ギター弾かしてくださいよ。いやでもちょっと気になるけどな。あ、あとタトゥーは入れたんじゃなくて入れられたんです。なんだこいつの人生。お前15歳だよな。はい、スマブラやんだよ。河原でパリッパリのパリッパリのエロ本読んだってスマブラ読んだ。無視かよ。何、ライブでやりたい曲。はい、うん、少し背の高い、その見た目でアイコ歌うんだ。あなたの耳に寄せどこで今日の歌うの。おい、いやいや考えてみてくださいよ。フォークソングという解雇主義の強いコンテンツにおいて、こういったキャッチな曲をライブでやることで若い女性の満足度が高まるんです。確かにこのソリューションはトレードオフの…マーケティング能力すげえな。このグラフをご覧ください。何を。福井県のカラオケボックスで歌われるフォークソングの回数を表したグラフです。もっと掘るべきグラフあるだろ。掘るべきねえよそんな。だから僕のこの能力を生かしてフォークソング部をもっと盛り上げていきましょうよ。じゃあもう分かって入部。うん、あ、そうだ、聞いてなかった。名前なんて言うの。あ、僕、戸籍ないんですよ。だいぶ。